一般財団法人脳神経疾患研究所付属総合南東北病院は福島県郡山市にある医療機関一般財団法人脳神経疾患研究所の付属病院である医療機関コードは0313586理事長で脳神経外科医の渡辺和夫が経営する南東北病院グループの最初の病院であり 地域癌診療連携拠点病院等の指定を受け、地域医療支援病院の承認を受ける。本院に隣接して、付属南東北医療クリニック、付属南東北眼科クリニック、付属南東北癌陽子線治療センター等が、併設されている。なお、同名の病院として、宮城県岩沼市にも、総合南東北病院がある。こちらも渡辺が設立した、 個人病院が始まりであり、南東北病院グループの参加にある。2014年4月14日、病院の運営法人である、一般財団法人脳神経疾患研究所が、郡山市内に大学医学部を新設する構想を明らかにした。報道によれば、既存の大学とは連携せず、2016年春の開学を目指すとしていた。 2014年8月28日、東北地方に医学部を新設する構想で、文部科学省の構想審査会は、一般財団法人脳神経疾患研究所など、南東北病院グループの構想を、県や福島県立医科大学との連携が十分取れていない。財務的にも不確実性があると指摘、選定されなかった。南東北病院は、首都圏及び、 京阪神経を除けば最大規模の日本有数の放射線治療施設であり、治療設備として、ダイナック、サイバーナイフ、ガンマナイフ、陽子線治療、BNCT と豊富な設備を有する。陽子線治療と BNCT はそれぞれ南東北岩陽子線治療センター、南東北 BNCT 研究センターとして別の旨となっている。日本で 陽線治療設備を有するのは18施設のみであり、BNCT に至っては民間病院として設備を有するのはこの南東北病院が唯一である。ありがとうございます。